髪をまとめたいけど、ゴムもピンもアクセもない。そんな時の裏技です。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は、髪をまとめたい時に何も使わないでまとめれるテクニックをご紹介します。普段ね、例えばご飯食べに行った時だったりとか、急にちょっとまとめたい時に、あ、何も持ってないっていう時ってないですか？そんな時に、こう簡単に誰でも、もうそうですね、20秒ぐらいでまとめれるようなテクニックになります。なので、まあ急遽ちょっとまとめたい時だったりとか、例えばね、お子さんいらっしゃる方だったら、ゴム持ってないっていう時にこのやり方だったら結構簡単にまとめれますし、本当にね、どこの場面でも使えるテクニックかなと思いますので、ぜひね、このテクニック皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。では、早速始めていきます。まずはね、ちょっとしっかりと手ぐしで、まあ溶かしておいてください。で、髪の毛を、まあ後ろで。まとめていきます。で、まあ、まとめる位置だったりとかは、まあ、お好みで大丈夫なんですけれども、下の部分、例えば耳から襟足等のこの間ぐらいでまとめている方が、結構バランス的にはいいかなと思うので、このぐらいで。で、次にやっていくのが、この部分、横です。ここ。ここに空洞を開けます。こんな感じで空洞を開けます。で、空洞開けた状態で反対側、こちら側から指をね、人差し指と親指を入れます。こんな感じで。で、この状態でこの右手で持ってる毛先を左手の親指と人差し指に入れて持たせて、反対側にこう横リンパ、クルリンパみたいな感じにします。こんな感じで。いや、これだけじゃまとまんないでしょうっていう方、こう思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これでちょっとね、横の部分をこうギュッとします。じゃあまとまってません？結構普通に止まってます。まあ結構緩いんですけど、もう実際にね、少し即席でこうまとめれるんだったら、これだけでも十分じゃないですか。例えば本当ご飯食べる時だったりとか、ちょっと邪魔な時で、これ下に向いたとしても全然崩れないですし、ちょっとね、お子さんのご飯を食べさせる時だったりとかも、こういう風にやるだけでも全然使えるかなと思います。しかもちょっと可愛いです。これだけで完成になります。はい、ということでこんな感じでね、仕上がりました。めちゃくちゃ可愛くないですか？しかも結構こんなしても多分取れないです。ただこれスポーツしたりとかね、動き回る時にはこれあんまり良くないかなと思うんですけど、ちょっとね、ご飯を食べる時だったりとか、ちょっとなんか片付けて、ま、邪魔だなっていう時だったりとか、なんかそういった作業をする時だったりとかにまとめるぐらいでできるかなと思いますので、ぜひね、この方法ちょっと覚えておくだけでもかなり使えるかなと思いますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。ただ単純にくるりんぱしてまとめてるだけなので、本当にめちゃくちゃ簡単です。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。